準備はいいですか？フェスタ様！路地裏に響く強制、元い黄色い声、処女神でありながらハーレムを築く女神、奴の名はヘスティア。ボロクズと化したウサギが倒れ伏すのをよそに、騒ぎを聞きつけた神と頭を痛めるレアが到着。なんとか場を収集し、一同はハーレム神のホームへ向かうことに。ちなみに巫女たちにはしっかり雷が落ちた。さてと、そちらのご要望通り神と子供たちを集めたけど、これでいいかい？ありがとうございます、神ヘルメス。恥をさらすようですが、最初からこうしておけばよかったと後悔しております。ひどくないでや。私たちも頑張ってウェスタ様を探したんだよ。頑張って迷ったの間違いなのだわ。全部イリアのせいです。私たちは悪くありません。ちょっと、巫女のくせに裏切るつもり？なんて下道の所業。あなたたちとはもう絶交よ、絶交。なんだかまた妙に賑やかな方々ですね。濃い連中の間違いだろう。ところでどうしてヘファイストス様までここに？知らないわよ。私もヘルメスにただ来てくれと言われただけ。まあ、あまりいい予感はしてないけれど。おいおい、俺が何か企んでるみたいな言い方はやめてくれよ。さっきも言った通り、ヘファイストスの同席は先方の希望なんだ。どこの誰とも知らないこの子たちが、ねえ。まあ、とりあえず話を聞いてみようじゃないか。確か、イリア君とレア君だったかい？僕たちを集めた理由、話してもらえるんだろ？はい。お集まりいただき感謝いたします、オラリオの皆様。まずは我々が何者であるのか、告白させてください。我らは陶器とこしえの神域より神の言づてを預かってきたものです。とこしえの神域？待ってください、それってまさか。リリ殿は知っておられるのですか？恥ずかしながら自分は聞き覚えがないのですが。その聖書の名を聞いたらわかるさ。そう、知らないものなんてこの下界にはいないだろう。私たちは神とオリンピアからの使者です。オリンピアって もしかして。ああ、天の炎を包ずる幻の大地、神々が降臨する遥か昔より栄えし炎の都。その歴史はオラリオよりも古い。本来ならば世界四大秘境と数えられてもおかしくなかった世界最古の都だ。実在したのですか？私はてっきり物語や伝承の存在かと思っていました。これまで一切他国との交流を断ってきた国です。そのように認識されるのも無理はありません。私も父上、いえ、故郷で彼女の話を聞いていなければあなた方と似たような反応をしていたでしょう。誰も立ち入れない幻の大地だからこそ、観測できなかったからこそ、世界秘境として認められなかったのは事実だが、確かにオリンピアは存在するし、そこで生活する者たちもいる。俺たちとは違う歴史を
数千年にわたって育んできたんだ。神が降臨する新時代より以前、古から存続する領域、自分も月読様から話は聞いたことがありましたが。おいおい、本当かよ。そんな人たちがどうしてオーラリオに。我々プロメテウス教団は信託を受け、このオラリオに参ったのです。教団？いや、それよりも信託？ええ、我らが主、神プロメテウスからの御言葉です。神ヘスティア、そして神フェファイストスを我らの都に招くようにと。な、ヘスティア様とフェファイストス様を？どうしてだ？オリンピアは天の炎を奉する大地です。私たちにとって炎とは最も神聖な存在であり、命そのもの。けれど、その炎が今急激に汚染されています。命が汚れては国も立ち行かなくなる。そこで神ヘスティア、そして神フェファイストス、炎を司るお二方に我がオリンピアの地を清めていただきたいのです。どうかオリンピアをお救いください、救国の女神よ。そうか、それで君たちはこのオラリオまで。私が司る権能は正確には火事の炎、あくまで本命は聖火を司るヘスティアってこと？はい、オリンピアが欲するのは悠久の聖火、ウェスタの炎です。な、何やら話が大事になってきましたが。ええ、とりあえずヘスティア様が救国の女神って果てしなく似合いませんね。おい、こら、聞こえてるぞ、サポーターくん。しょうがないじゃないですか。ベル様がいなければぐうたらで自堕落なヘスティア様が救国とか。奮発者すぎてリリは椅子の上からずっこけるかと。そんなことありません。なんですか、いきなり大声を出して。神ヘスティアは私たちにとって憧れの存在、美しき炉の女神、心優しき諸女神、嘆願者を庇護する慈愛の化身。我らが炎の都オリンピアにはその雷鳴と威光が轟いています。いわば誰もが待ち望んでいる永遠のアイドルなんです。近い近い近い。ヘスティア様の雷鳴に一行。なんだか一気にどうしようもない都に思えてきたな。おい、ベルフ君、どういう意味だそれは。私たちがどれだけ熱狂的なウェスタ様の、いえヘスティア様の信者であるか、今よりあなたたちに教えてあげます。どうしてそうなるんだ。お披露目ですね。当たるかな。迎撃を。お披露目ですね。モンスター。君と僕の絆の勝利だぜ。